ケイズのライブジムにようこそ。はい、どうも、水大好き YouTuber のカズです。今日なんですけど、僕先日ね、岡山県の津山市に行ってきました。ビーズの稲葉さんの故郷ですよね。前にも話したと思うんですけど、僕21歳まで岡山県に住んでたんですよ。なので人生の半分ぐらいはね、岡山県民なんですよね。なので岡山県のためにね、何か少しでも役に立つことをしようかなと思って、で、どうせだったら、まあ、僕もね、水大好き YouTuber やらせてもらってるので、稲葉さんの故郷津山市の町おこしにご協力しようかなと思いまして、僕が実際寄ってきたね、お店の、まあ、レポートとか感想とかね、少し言っていこうかなと思います。まあ、もちろん稲葉化粧品の方でもね、寄らさせていただいたんで、まあ、そういったお話とかしていこうかなと思います。どうも一丁喜んで。はい、じゃあ僕がね、寄ったところをね、まあ、一つずつね、簡単に紹介していこうと思います。車でね、行かれる方が多いと思うんですけど、稲葉化粧品よりちょっと離れてるところなんですけど、僕のね、インスタグラムのフォロワーさんが教えてくれたところで、道の駅久米の里っていうところにね、ぜひ行ってみてくださいと、あるものが置いてあるので言われてね、そのあるものを見に寄ってきました。で、実際行ってね、もうすぐうおーってなったんですけど、そのあるものがこちらです。今画像出てると思うんですけど、そうなんですよ、ガンダムが置いてあるんですよ。しかも超でかいんですよね。実物大っていうか、まあ1分の1スケールとかではないかもしれないですけど、まあとにかくね、大きいです。僕らぐらいのね、世代の人はもうガンダムっていうかね、ドストライクのね、時期だと思うんですけど、最近の若者はね、多分ガンダムとか知らないと思うんですよ。親父にも撃たれたことないのに、あの名台詞ね。あ、これは違うか、ファーストガンダムですね。このガンダムはね、ゼータガンダムなんで、神指弾、あ、もう話が逸れちゃいますね、やめましょう。で、まあ、ここはね、ビーズにゆかりがあるかって言ったらね、おそらく、まあ、ないと思うんですけど、地元のお野菜を買えたりとかね、あとお土産とかもその地のものを売ってるんで、まあ、ぜひね、お時間ある方は寄っていただけたらなと思います。で、僕がそこで一つ買ったものがありまして、それがこれです。はい、津山ホルモンうどん風味ポテトチップスです。これね、僕ね、まあホルモンうどんを食べようとは思ってました、津山に来た時に。というか、まあ、食べたことありますけど、当然なんですけど、一応ね、お土産で、まあ、ネタとしてね、一応一つ買ってみたんですよ。なのでね、ちょっとこれをね、食べてみようと思います。皆さん食べたことありますか、ホルモンうどん。ここ書いてますね、ご当地グルメで町おこしの祭典 B1 グランプリ。そう、ホルモンのね、 B1 グランプリね、シティ取ったんですよね。はい、じゃあ食べていきましょう。手で開けようとしたら硬かったんで、ちょっとハサミ使います。匂いはね、特にこの変わった匂いはしないですね。ポテトチップス、なんかコンソメ味の匂いには似てます。じゃあ早速食べます。いただきます。ね、僕って物事をね、嘘つけないたちなんですよ。なので思ったことをついつい言っちゃって、まあ、人を傷つけたりすることもあるんですよ。なので正直に言います、この味をね、うん、今までで食べたポテトチップスの中で一番美味しいです。これよりね、美味しいポテトチップスとか、この世にあるのかなと思いますね。なんか味薄くない？はい、ほんとね、実際美味しいです。多分これ、道の駅以外でもね、お土産売ってるところにね、行くと、おそらく売ってると思うんで、いくらだったっけな、ちょっと値段はするんですよ。300円だったか400円だったか。まあ、量はね、結構入ってるんで、120g 多いんですかね。なので、お土産に津山ホルモンうどんポテトチップス、おすすめです。で、道の駅の後にね、稲葉化粧品の方にね、市場に行ったんですよ。そしたら、お母さんの方がいなかったんですよね。
そこにいたのがスタッフさんが1人と、あとお父さんと息子さんの親子ですねが一組いただけで、思ってた以上に空いてたんですよ。あれ全然いないなと思って、まあ、平日の昼間だったし、まあ、こんなものなのかなと思って、で中のね、あのしばらくちょっと物色してたんですよ。そしたらスタッフさんがね、この T シャツ、僕この T シャツ着ていたんですけど、この T シャツにね、あの食いついてきてくれて、あのお兄さんその T シャツ自分で作られたんですかって言ってね、そういう風にね話しかけてくれて、あそうなんですよみたいな感じで、そこからちょっと会話が始まって、で YouTube 僕やってるんですよって言ったら、すごいですね見せてくださいよってなったので、あこれなんですよって見せて、そしたらうわーすごいってね、まあ言ってもらえて、でそこの一緒にいたね、あの親子の方も、あすごいですね、でこの T シャツの写真撮らせてくださいと言ってね、そういう交流もそこでありつつ、それでお母さんの方がそんなに遅くはならないと思うんだけど、まだちょっと時間かかりそうですって聞いたので、あそれだったら稲葉津山ファンクラブルームの方で、ね、先に顔出してきますって言って、僕はそちらに向かいました。でここからはあの観光マップをいただいてきたので、こういうやつですね、これを見ながら説明していきたいと思います。はい、じゃあマップ右下の D 稲葉化粧品を出て、稲葉メモリアルロードというのをずっと西の方に行ったところに稲葉津山ファンクラブルームはあります。でここね、駐車場がね入りづらいです。っていうか前の道がものすごく狭いんですよ。軽自動車だったらまあどうにか行けると思うんですけど、それでもねちょっと運転に自信のない方はねやめた方がいいと思います。でじゃあどこに停めるんだっていうことになるんですけども、城東地区観光駐車場っていうのはねちょっと歩いたところにあるんですよ。そこに停めて徒歩でね向かってもらうといいと思います。でその途中にねあるあの街並みを見たり、あのお店があったりするので、そういうところもね観光しながら向かってもらえたらなと思います。で道の脇にこういう看板が置いてあったりするので、そこのね細い道を入っていただくとすぐ分かると思います。場所が分かりづらいので、スマートフォン持たれてる方はねあの住所を打ち込んで向かわれる方が確実ですね。であの中の方の様子はねちょっとお見せすることができないんですよ。いろいろ事情がありますから、肖像権とかそういうことがありますのでお見せできないんですよ。なので実際ね直接行っていろんなもの見てください。まあありますよ、ビーズに関するもの、もうよくもまあこんだけ集めたなっていうぐらいあります。かなり昔のものから、まあ、最近のものまで。でちょうどね僕が行ってる時にボランティアスタッフの方がねあの帰ってこられて、サマソニーの大阪からね帰ってきたばっかの方だったみたいで、サマソニー T シャツをねあのはいこれ飾るようにって言ってね、あの持ってきてくださってました。サマソニーの感想をね聞いたりとか、で稲葉化粧品で会ったあの親子の方にも偶然ね道でまた会ったんですよ、向かってる途中に。で合流して一緒に行ったんですけど、そこでまたねお茶飲みながらいろんな話をして、あ僕はその時ねコーヒーセットを頼んだんですけど、あのセットを頼むとねこういった感じのものが出てきて、おって思うんですよ。こういう感じですね。僕はこの時ねどら焼きとワッフルがあるって言われてワッフルを頼んだんですけど、で稲葉さんのシルエットのね装飾をしたデザートが出てきたんですけど、でその親子の方はねあのどら焼きとワッフルってね別々で頼んでたんですけど、でね3つとも稲葉さんだったんですよ、シルエットが。でそこのオーナーの方がね、あ3つとも稲葉さんだね、どれか松本さんにすればよかったねって言ってね、ちょっとねあのお茶目な一面もあるあのオーナーさんでした。あ女性の方なんですけど、ちょっとお茶目だなって思いました。で僕が稲葉化粧品を出てから10分ぐらいしたらね、あのお母さん帰ってきましたよってあの親子の方教えてくれたんですよ。それでスタッフの方がお母さんにね YouTuber の方来られてましたよって言ってたらしいんですよ。で僕のね動画もお母さんにその場で見せてたらしいんです。
で、その動画を見たお母さんはこう言ったんですよ。あら、似てるね。どうですか。もうこんな嬉しいことないですよね。産んだ人がですよ、稲葉さんを産んだ人が似てるねって言ってくれたんですよ。わからないですよ、その親子の方がめちゃくちゃ話を持った可能性もありますけど、もう僕はね、そんなね、人には見えなかったです。もうものすごいね、純粋なお父さんと息子さんなんで、そんな嘘つく人には見えなかったので、おそらく言ってくれたんだと思います。僕は直接聞いたわけではないのでわからないんですけど、僕は信じます。なのでめちゃくちゃ嬉しいです。ということもありながら、稲葉ファンクラブルームをね、後にしました。で、その後に向かったのが、その稲葉ファンクラブルームでね、おすすめされたお豆腐屋さんに向かったんですよ。で、なんで豆腐屋なんだって思うじゃないですか。こういう豆腐があるんですよ、見えますかね、ウルトラ豆腐ソイって書いてるんですよ。多分ウルトラ豆腐ソイっていうことですよね。なんかここの、オーナーさんっていうんですか、作ってられる方がビーズの大ファンだそうで、これを作られたそうです。で、ここに金賞って書いてるじゃないですか。第3回全国豆腐品評会絹部門中国四国地区金賞っていうことなんですよ。で、場所の方がこのマップで見るとこの辺りになります。ちょうど城東地区観光駐車場のほんとすぐ近くなんですよ。でね、道がね、この写真を見たら分かってもらえると思うんですけど、ちょうどねカクカクンってなってるんですよ。左右みたいな、ちょうどその突き当たりっていうんですかね、にあるんですけど、なので分かりやすい場所にあるんで、ぜひねちょっと寄ってもらえたらなと思うんですけど、でお店の名前が津山城東豆腐茶屋早瀬豆腐店っていうお店の名前です。で、僕もそのお店を教えられたんでね、とりあえず行ってみようって言ってね、先ほど一緒になった親子の方も一緒に行ったんですよ。で、僕はこのウルトラ豆腐をちゃんみゆさんの分と2丁とあとこの豆乳も買いました、2本。なのでね、これちょっとね実食したいと思います。で、ここはカフェもやってて、あとランチもやってるそうなんですよ。湯葉を使ったね、ランチだったりとか、まあ豆腐を使ったお料理が出てきたりとかねするみたいです。なのでお昼時にね行かれる方はね、ぜひねここ利用していただきたいなと思います。お土産でもね、豆腐だけじゃなくてドーナツとか豆乳ドーナツっていうんですかね、そういったものもありますので、ぜひ寄ってみてください。それでここで働いてる店員の方もね気さくな方で、一人レジやってくれた方はね、サマソニ帰りだって言ってね、行ってきたんですよ、またサマソニ行ってきたいのか、羨ましいなって思いました。ということで、ね、さっと食べてみたいと思います。はい、じゃあ早速お豆腐の方からねいただきたいと思います。で、せっかくなんでちょっといろいろね味を変えてっていうかね、食べ方を変えて食べたいと思います。でもまずはね、何もつけずにお豆腐の味そのままをねちょっと味わいたいと思います。で、先ほど僕言ったと思うんですけど、嘘をつけないんですよ。なので美味しくなかったら美味しくないって言うし、正直に感想を言ってみます。じゃあいただきます。普段ね、豆腐何もつけずに食べるってことはないでしょ。なのでどうなんだと思うじゃないですか。今まで食った豆腐の中で一番美味しいです。いや本当にしっかりね豆の味がするんですよ。それでいてくどくない、何もつけてないんですけど、本当にそのままいけるんですよ。多分ね、豆腐をそのまま食うのって結構きついと思うんですけど、これいけますね。じゃあ次に定番のやっこ、ネギと生姜とお醤油、これね、醤油の味もあるんでね、まずいわけがないじゃないですか。僕好きなんですよ、やっこ。いただきます。いや、マジでうまい。
本当にうまいです。あ、本当にうまい。いや別に嘘をついてたわけじゃないですけど、いや美味しい。いやなんかあのね、スーパーで買ったお豆腐やっぱね違いが分かりますよ、食べたら。うん、うん、いや美味しい。あとで食べます。でこれ塩昆布にごま油、って思う方もいるかもしれないですけど、これね美味しいんですよ。ぜひ試してください。あのスーパーのお豆腐でもね割と美味しいんで、もちろん絹ですよ。はい、じゃあ食べていきたいと思います。これね、あ、塩昆布を、ね、ごま油をこうたっぷり絡めて、いただきます。うん、あー、うん、あのね、もともとちょっとクリーミーな感じの豆腐なんですけど、さらにね、あの濃厚になったような感じになりますね。うん、あ、うん、美味しいです。どの食べ方でもですね、何もつけなくても本当食べれる豆腐ってね、珍しいと思いますよ。うん、本当に美味しいです。あの津山行った最後ね、ぜひ買ってみてください。じゃあ次、豆乳飲んでいきたいと思います。はい、美しく作るって書いてますね、綾瀬豆腐店さんの豆乳です。僕ね、豆乳ってね、あんまり飲んだことないんですよ。ちょっと甘いね、調整豆乳って言うんですか。これ振った方がいいんですかね。はい、じゃあ飲んでいきます。匂いは、あー、でも牛乳じゃない匂いですね。あ、すごいあっさりしてますね。あのよくねコンビニとかで売ってるあの豆乳あるじゃないですか。僕そういうのしか飲んだことないんですけど、あ、かなり飲みやすいですね。うん、今まで飲んだ豆乳の中で一番美味しいです。いや本当に、うん、癖がちょっと少ないっていうんですかね。本当にあっさりしてて、牛乳とはやっぱちょっと違いますね。でも苦手な方はね、あのコーヒーちょっと入れて飲んでみたりとか、あの紅茶に混ぜて飲んでみたりしてね、まあ、豆乳ラテとかそういった感じにして飲んでみてもいいと思います。これもね、あのお土産にできると思うので、ね、ぜひ買ってみてください。それでお豆腐屋さんをね出てから稲葉化粧品に戻る前に、稲葉さんのお兄さんが営んでられるクラヤっていうね、あのお菓子屋さんがあるんですけど、